はい、川銀アットマークリバーシルバーです。今週はいろいろ考えてることはあったんですが、なかなかちょっと手がつかずにですね、まあ何と言いますか、尺稼ぎに、チャリ動画を、上げることにいたしました。カメラはですね、しばらく前に購入した XTU MAX PRO、 これをですね 4K30 フレームで、スーパー補正、スーパー手ブレ補正ですね、効かせた状態で、自転車ハンドルマウントで走行動画を、撮るだけの内容になっております。今日12月10日は非常に天気が良くてですね、ほとんどご覧の通り雲一つない好天となっております。右を流れる用水は以前挙げた十稼ぎという安曇野を潤している長大な用水ですね、これのだいぶ以前に江戸時代なんですけども掘り抜かれた沈殿石という用水になります。十稼ぎの取水口よりはだいぶ下流から、つまり標高の低いところから取水しているので、つまりですね、灌漑面積も、横瀬木という等高線に従って、引っ張る、非常に勾配の少ない安曇野独特な瀬木用水ということですのでね、灌漑面積も十稼ぎに比べると、小規模なものとなっておりますけども、江戸時代以来、貴重な恵みをもたらしているということですね。でこの新田石沿いにはですね、豊品の中央公園、児童館とか弓道場があるんですけども、そこからですね東に向かって、桜の木がずっと植えられておりまして、春には、桜が咲き誇るというそういう道になっておりますね。自転車で漕いでいくには非常に気持ちのいい道となっております。行く手に見えてきた大きな赤い屋根の建物ですけれども、こちらは長野県立子ども病院ということでですね、難病の子どもたちですね、全国から受け入れをしておりまして、親御さんたちが付き添えるように長期に宿泊できる施設も併設されておりまして、基本的には外来診療は受け付けていないですね。XTU MAX PRO というこのカメラなんですけども、私が今まで手にしたカメラの中ではですね、この手ブレ補正、ブレ止めですね、振動の吸収なども非常によくできているといいますか、私はもうこの程度あれば十分だなと。上を見れば GoPro などね、もっと優れたものなんでしょうけれども、仕様に際しては全然不都合を感じないレベルじゃないかなというふうに思ってますけどね、皆さんいかがでしょうか。このカメラと同じ SOC、映像処理エンジンですね、アンバレラ H22 を搭載したカメラですと、私は SJCAM SJ8 PRO というものを持っているんですけども、安定感、画質、それからこの手ブレ補正の機器もですね、はるかに使いやすく、品位も高いので、もうこれを使うとですね、ちょっと SJ8 PRO を使う気というのはですね、かなり減退するというのが正直なところですかね。大きな土蔵を改造したんですかね、レストランがありました。ちょっと入ってみないとわからないんですけども、なかなかちょっとおしゃれな感じで、今度来てみたいと思いますね。
最後に、不整地といいますか、公園の、まあ、夏場は芝生なんですけど、今芝生枯れて、ガタガタになってますけども、園地の中をですね、まあ、ハンドルマウント、まあ、条件が悪い状態ですね。ボディマウントに比べると振動を拾いやすいので、それでちょっと走ってみたということで、今回の動画は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。